はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は久々にテキーラ、久々っていうかもう何年ぶり、テキーラ飲むの何年ぶりって感じです。サウザのブルーです。だよね、テキーラサウザブルー。容量が 750ml、 アルコール度数 40%、 原産国メキシコで、こちらサントリーが輸入しております。ですね、かっこいいですね。まあテキーラの一番あのアマゾンだと売り上げナンバーワンがこちら、サウザブルーという、ブルーアガベっていうまあの 100% 使用した、まあ、正真正銘のテキーラでググりますと、アマゾンでテキーラをググります。で、一応プレミアムテキーラっていうのの、あのアガベっていう、その原材料がアガベっていうなんか植物みたいなやつなんで、アロエみたいなやつなんだけど、それの 100% 使用しているっていうのがプレミアムテキーラに分類されるらしいんですよね。まあ普通のテキーラじゃなくて、あのプレミアムテキーラで、大体値段がね、俺スーパーで買ったんですけど、大体1900円しました。でね、これすごいですね、これこのコルク。じゃ早速開けていきましょう。コルクすごいね、コルクがなんかすっげえでけえ。まあテキーラ結構飲みづらい。おお、もうパッていった、もうパッていったね。こんな感じで、ここにね、ニワトリ、ニワトリですかね。乾杯。副原料を一切使用せず、ブルーアガベ 100% 原料とするテキーラです。書いてありますね。まあ、アマゾンでは一番人気と。カスタマーレビューも45件あって、なんと、5つ星中 4.6 星と。最強レベル。乾杯。あー、これだ。テキーラってもうさ、飲み、ずーっと飲んでなかったから、どんな味だったかなってずーっとさ、考えてたんだけど、飲んでみたら、あ、これこれ。あ、この独特、あ、この、あー、この独特のこの感じ。あ、でもあれですね。アマゾンの売上ランキングだと、テキーラでは、クエルボエスペシャルゴールドっていうのが一番売れてるっぽいですね。ただね、これね、確か俺前テキーラでいろいろググったんだけど、ここにね 100% って書いてないものはね、あの 100% じゃないんですよ。確かそういうなんか決まりがあったはず。テキーラにはね結構決まりが厳しくて、100% アガベとかって書いてないと
表示の規則があるみたいですよね。あ、サボテンですね。サボテンみたいなやつですね。うん、あー、うまいだろ、これ絶対。テキーラセットを活用したの正しい飲み方。ライムをかじる。そしてテキーラを飲む。の後に塩を舐める。これね。これ。そう、忘れてた。塩よ。俺も好きなのよ、これ。ここに、この手のひらの、ここ。ここにね、塩をね、ここに乗せるんです。お塩をこうやって、乗せます。で、ペロって舐めるんですよ。で、みたいな。うん。で、これライムを、ライムに塩つけて、かじって、で、その後にこう、キュッとの。うん。まあ、別にライムじゃなくても、レモンでもいいんですけど。ライムを口に絞りながら楽しみ、最後に食塩を舐めるのが正当な飲み方とされる。食塩を舐めるのは高いアルコール度数から喉を守るためとされるが、その効能はない。ないらしいですね。うん。これね。ウィキペディアにもテキーラでググると載ってるんですが、カテゴライズされてるんですよ。で、テキーラ 100% アガベって書いてあるものが、副原料を用いないもの、ラベルには必ず 100% デアガベの刻印があると書いてあるんですね。近年副原料を使用したテキーラと差別化するために、プレミアムテキーラと呼ばれている。だから刻印がないと、絶対どっかに書いてあるんですよね。ここにも 100% アガベって書いてあるんです。だから 100% アガベっていうのはもう原料がそれだけっていうことなんですよね。だから副原料を一切使用していない。これはちょっときついわ。ああ、きつい。あのね、テキーラやっぱね、結構ね、独特のこの臭みっていうか、あれがあるんですよ。でね、これね、ストレートに飲んでるとね、本当にね、きついです。なんか、ウイスキーよりきついですね。ああ。だから、ショットとかって言って、適当なショットグラスに、なんだっけ。なんだ。ジンジャーエール。ジンジャーエールピャーって入れて、で、こうやってガンってやって、泡立たせて飲むみたいな。あれはショット。だからそんな感じで飲んだ方が全然、あれっすね。いいっすね。
ストレートなのきついわ。喉がね、焼ける、うん、まあ、まあストレートで飲む人は本当に好きな人、うん、だろうなと思いますけど、まあ俺としてはちょっと質問があるな。これなんか炭酸水とかで割ってハイボールにして飲んだ方がいい感じですね、うん、きつい、うん、コク、香りはやっぱ独特のこの香りがありますよね。まあ俺あんまりテキーラはそんなに好きじゃないですね。まあでもテキーラって言ったらこんな感じって感じ、うん、まあスタンダードな感じですね。2343です。ご視聴ありがとうございました。